見なさい、来なさい、暴れなさい。緑かゆです。今ね、今日はライブ終わって帰ってきてるんだけど、こちらにいるのが、うちにいるトイプードルのリボンちゃんです。はい。趣味はぐるぐる旋回することなんです。こちらのね、ボンちゃん、まあ、ちょっと寄ってきてもらって、寄ってきてもらってもいいですか。ね、今年で何歳だっけな、父さん何歳だっけ。15歳です。15歳になるんだけど、なのね、めめがちょっとね、2年前くらいかな、かね、見えてなくて、もう今はね、ほとんど目が見えてなくて、そう、でもね、お散歩が、歩くのが好きでね、冒険が好きなんで、ずっと歩き続けてるんだよね。だからこういう風なのを作ってあげて、まあ出ないようにしたり、いろいろなんか、対策みたいのをしてるって感じで、そうね、なんか犬って寿命が、まあ十何年とか言われてるじゃん。15年くらいの犬もいればさ、ねえ、大体そのぐらいじゃん。だからさ、こう日々ボンちゃんとこうね、入れる時間がなんかね、少なくなってちゃってんのかなって思ってんだけど、でもね、元気なのよ。こう目がね、見えない以外はめっちゃ元気。うん、まあ、最近はやっぱおしっこをね、なんか間違えちゃったりね、まあ、するんだけど、めっちゃ元気で。どう、お父さん元気？最近は。夜中起こされちゃうんでしょ？うん、夜中3時とか4時とか5時とかね。どういう感じに？遊ぼうよっつっておしっこしに遊ぼうよってそっか、悩みがあるみたいな悩みが悩みがあるのかな、どうなんだろう。でもさ、目が白かったのにさ、最近白くなくなってきたんだよ。なんでだろうね。臭くなくなってきた。ペンギンみたいな匂いがするときあるんだけど、うん、で、あとで全然ね、抱かさってくれません。うん、まあね、末永く一緒にいようね。バンドを始めたのが2007年なんだけど、ボンちゃんが生まれたのも2007年なんですよ。だからそういう意味でもね、すごい共通点があるね、2人なんですよ。はい、というわけで、まあなんて言うんだろう、こういう風にね、綺麗な映像で動画を残しておきたかったっていうのが、まあ今日のなんだろう、動画の、この動画を出した理由って感じです。はい、いつでもこう見れるようにね、こうやってなんかね、いつお別れが来て後悔ないように、一日一日生きてます。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。